チェックチェックこんにちは、ブラザーズと申します。どうもこんにちは、よろしくお願いします。牛久の皆さんこんにちは。ちなみに大仏はどっち側にあるんでしょうね。大仏あちら側ですか。ちょっと今日はね、あんな巨大なのに200m もあるのにちょっと見えないんですけど、あっちくそ見える。アビコとか東京とか長野とかみんなバラバラなんですけども、今日は牛久にやってきて嬉しいです。牛久に来たのは確か小学校の時に牛久シャトーに来て、それが最初で、あとは結構僕たちはバイク好きなのでバイクのツーリングで6号線を通っていくのでよく通って、いろいろ来ているところなんですよ。牛ロック8月22日、すごい楽しみにしてますので、大仏ジャムというのは、はい、じゃあ今日はちょっとそれを、知るためにもブラザーウッズやらせてもらいますのでよろしくお願いします。外でライブをやると8割9割の確率で雨が降るんですけれども、今日はなんとか持ったようでよかったです。で、こう始まる前にですね、今日は8時9時ぐらいに来たんですけども、場内を一周したところ、もうすでにこうだいぶ売れている店とかがあって、メロンがメロンではなく、なんかもう知ってる人はもう早くから来てるんだなと。でさっきあの主催者の方に聞いたら、もう農家の方たちは朝が早いということで、5時6時に朝採り野菜を持って来て、それを知ってるお客さんはもう8時9時には買ってってるという。つまりやっぱ朝早く早く来ないといいものはゲットできないということが分かったので、今度からは早く来て。でもさっきあのキャベツとか
買って帰りましたけどね。メロンは？メロンはさっきもう列ができて売り切れたみたいですけどね。並べなかったからね。はい、ただあの100円の牛乳をうちのあの右端にいるあのま、あの大きな人がですね一人で飲んでました。さっきちょっとお腹が緩くなったようですけどね。そんなあの僕たちは、次はですね、何やるんですか。前向きな曲をちょっとやろうかなと。はい、お願いして。年ぐらい前なんですけど、その時はまだ5人4人いたんですけども、今5人になってまして、ドラムが1人増えております。まだレコーディングしてない曲なんですが、これからレコーディングをしようと思っている曲です。前向きライダーという曲です。3, 2, 1, go!